赤木公平赤木公平は日本の評論家、政治家、本名は池崎忠孝、旧姓は赤木。初めて夏目漱石の伝記を書いた人物であり、また大正期の優等文学木滅論で一世を風靡した。衆議院議員3期、岡山県阿鉄群万歳村生まれ、父は三菱系の吉岡銅山で測量関係の仕事に就いていた。高橋中学校。 第六高等学校を経て、東京帝国大学法科大学読法科に進む、六高在学中、学費の支出を条件に、大阪府北川内郡市条村のメリアス業者、池崎小三郎の養子に入る。東京帝大入学後、鈴木美恵吉の紹介で、夏目漱石門下に入り、漱石命名による赤木公平の筆名で、文芸評論を書く。 白樺派を真っ先に評価した評論家であった。とりわけ有名なのは、1916年の朝日新聞に載せた優等文学の撲滅である。これは、当時、下流会を舞台にした小説が多く、上和新州なるシリーズが出ていたのを、優等文学と名付けて攻撃したものであった。その筆頭たる攻撃目標は、近松明江だったが、他に、長田幹彦、吉井勇、 久保田万太郎、後藤松尾が槍玉に挙げられた。これは論争になったが、久保田や後藤は攻撃されるほど下流小説を書いてはいなかったし、当時、東京帝大系で、悲惨赤系の親玉だった、幼い香オが反論した中に、なぜ自分や長い家風が攻撃目標になっていないのか、とあったが、谷崎十また、もし少しも優等的でない小説を書くものと言ったら、 宗席と小川未明くらいしかいないではないかという反論もあった。谷崎や家風が攻撃から外されていた点については、赤木が当時谷崎と親しく、谷崎の被護者だった家風にも遠慮したからだろうとされている。東京帝大卒業後、一万長方に入社し、論説部員を務めた。帝劇女優とのゴシップを起こしたことをきっかけに退職した後、家業のメリアス業を継ぐ。 詳細はなかったが、住友本社部長で歌人の川田淳也、山初産業創業者で、佐伯雄三のコレクターでもある山本初次郎らと交際を深め、関西財界に食い込んでいった。野村合名会社重役の小山浜我に自局講演会を評価されて、1929年に講演会の即記録、米国を恐るのに足らずを本名の池崎忠敬で出版し、 ベストセラーとなる。以降、日米戦争を必然とする立場から、旺盛な著作活動を行うようになる。1932年、軍事評論家としての知名度を武器に、第18回衆議院議員総選挙に立候補するも、落選。1936年に、第19回衆議院議員総選挙で、大阪府第3区より当選。第一次、この絵内閣で、文部参与官を務める。 第二次、この絵内閣で、木戸光一と多く接触する。1943年の財団法人、第二本育英会の創立に尽力した。戦後に、永久戦犯に指定されて、菅もプリズンに収監される。1945年12月6日に、衆議院議員を辞職。後に、病気のため釈放され、公職追放となり、そのまま不遇のうちに死去。赤木公平名義。 池崎忠敬名義、池崎忠敬に関するカテゴリー、ありがとうございます。